侍様、昨夜現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は。シノでございます。シノ、して何を見た。川の子、カッパです。妖怪の、確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。気をつけください。カッパは空腹のはず。しっ、ふん、こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてある。よほど腹が減っていたのか。この後、人か獣のものか。川に続いておる。跡が続いておる。シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。この匂い、焼けた魚だ。試しと行くぞ。カッパではない。犯人はただの賊であろうな。ある意味化け物か。盗みも働いておるはずだ。
やはりな、笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、族だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。you